岩手グルージャ盛岡は、日本の岩手県全14市15町4、村をホームタウンとする、日本プロサッカーリーグに加盟する、サッカークラブである。クラブ名のグルージャは、スペイン語で、鶴の意味で、盛岡半々主南武士の家門、向井鶴と、盛岡の名物、ジャジャメン、この地方の方言に多く含まれる、ジャの響きにちなんでいる。107通の一般公募の中から決定された。 クラブエンブレムは赤字の縦型の中央に向かい鶴を配したもの。ホームスタジアムは岩銀スタジアム、練習場はつなぎ、多目的運動場。マスコットは折鶴をモチーフとした木ル J リーグ加盟当初は森岡市のみをホームタウンとしていたが、2017年6月に北上市をホームタウンに加え、2017年12月に陸前高田市を除く。 県内全市町村をメインのホームタウン自治体に加え、岩手県全県へホームタウンを拡大した。陸前高田市については、2011年の東日本大震災以降復興支援活動を行い、同市と友好協定を締結している川崎フロンターレとの関係性を考慮し、メインのホームタウン自治体への追加は見送っていたが、川崎フロンターレのホームゲームイベントに、 ヒズールが参加するなど関係を深め、陸前高田市との協議を経て、2018年12月に1年遅れで、陸前高田市をホームタウンに加え、岩手県の全自治体をホームタウンとした。2018年12月4日、県内全域をホームタウン化したことを踏まえて、2019年シーズンより、クラブ名を、グルージャ森岡から、 岩手グルージャー森岡に変更し、エンブレムを改めることを発表した。新たなエンブレムは、向井鶴を排した従来のデザインを踏まえつつ、外周を岩手県の形を表す非対称六角形に、その内側を白地とした。ホームスタジアムである岩銀スタジアムは、収容人員が4938人、そのうちメインスタンドとゴール裏以外は、 芝布石であるとともに、ナイター開催に必要な照明設備が設置されていなかった。そのため、J3 昇格後もナイトゲームをホームで開催できず、夏場でも平日開催で13から15時開始となっていた。照明設備に関しては、J リーグが2016年に改正したスタジアムの整備条件において、2022年6月までに、 一定の基準を充足した、照明設備を整えることを J3 のクラブにおいても求めており、照明塔が設置されない場合は、日本フットボールリーグへの強制降格があり得るため、県民が中心となって、スタジアムの整備に向けた署名14万人分を作成。それと、その要望書などを2019年6月、クラブが岩手県に提出した。 クラブ社長の宮野里氏は、当面は、照明塔の設置を目指すとしており、その整備費用を5から10億円程度と見積もった。そして、行政の負担を減らせるように、寄付やふるさと納税の活用も考えたいとしている。クラブは2020年9月に、特例規定をつけた上での J2 ライセンスの申請が、承認された。ただし、岩下には、B 等級の、 スタジアムの屋根のカバー率の案件を充足していないため J リーグから制裁を課されている。また、岩スタでは2020年10月から2021年3月の予定で J リーグの開催要件に定める照明塔の設置工事を実施し2021年6月から使用を開始した。この照明設備設置事業費の一部については岩手、 ブルージャ・モリオカの主要株主である、ノバホールディングス及び、関連会社からの企業版ふるさと納税を活用している。2005年に創設され、高校生年代のユース、中学生年代のジュニアユース、小学生年代のジュニアを保有している。U-18-2013 年、育成組織の一貫指導体制の強化、J リーグ順化名及び J リーグクラブライセンスの 取得を目的とし設立。岩手県のクラブユースチームは、ベルディ花巻、水卓ユナイテッド FC に次いで3チーム目。U-152010 年、JFA 全日本 U-15 フットサル大会に出場。2012年、岩手県 U-15 サッカーリーグ一部優勝。U-122013 年。 ダノンネーションズカップインジャパン東北予選で優勝して同全国大会に出場。2017年 JFA 全日本 U-12 フットサル選手権大会に出場。サッカー及びスポーツの普及を目的とし、県内9カ所に小学生や修学前児を対象にしたサッカースクールを開校。2012年からは 森岡市限定での開催となっているが大人向けのサッカースクールも開校している。2005年にグルージャヒストリアとして発足し岩手県リーグ3部に参入。後、グルージャ森岡ヒストリアに改称。2009年に東北リーグ二部北へ昇格したが人数不足のため2010年3月24日をもって解散した。2016年9月2日。 当時の代表取締役副社長が同年3から8月にクラブの運営資金を不正に指摘流用していたと発表。合わせて副社長が8月25日の取締役会で経緯を説明した上で同職の辞表を提出しクラブが受理したことを公表した。最終的に指摘流用額は5000万円に上り、内元、 副社長からの貸付金と弁済費用を除いた2404万円が回収不能になったことが11月16日までに明らかとなった。10月に J リーグは J3 ライセンス発給を継続審議としたが、11月16日に建築と制裁金を課した上で J3 ライセンスを交付した。なお、この元副社長は2017年5月に 業務上横領の容疑で、岩手県警察に逮捕され、刑事事件において一審の森岡地方裁判所は、懲役2年6月の実刑判決を下したものの、二審の仙台高等裁判所は一審の判決を破棄した上で、懲役3年の執行猶予付き判決を下した。2019年10月22日付で、 パルコホールディングスが保有していた岩手アスリートクラブの51.0%の株式を外国語教室事業のノバなどを参加に持つノバホールディングスへの譲渡契約が締結された。これに伴いノバホールディングスが同社の筆頭株主となり経営権を取得した岩手アスリートクラブに関するカテゴリーありがとうございます。